知らなかった。何をですか。リタが何を思っているかなんて。今はどうですか。わからない。そうでしょう。それでこそ真っ白です。全然気づかなかった。そういうところが嫌いです。だってリタの隣で絵を描いてるのはすごく楽しかったから。リタといる時だけは一人じゃないって思えた。リタだけいればいいと思ってたから。それでこそ真っ白です。全然気づかなかった。そういうところが嫌いです。だってリタの隣で絵を描いてるのはすごく楽しかったから。リタといる時だけは一人じゃないって思えた。リタだけいればいいと思ってたから。